たける天津戦が発表されましたけどめちゃくちゃ見に行きますかこれはねすごいなと思ったのが知らない人多いと思うんだけど僕ね、ね知り合いからたける天津戦のチケットを、ね、手に入れれるよということで連絡があったんですよであもちろん見に行きたいですってそんな歴史的な試合じゃないですかってタケル転身戦なんて絶対盛り上がるし今年の、ね、格闘技の目玉だと思うんですけどじゃあ見に行きたいんですよって言って、まあ、当然、一番いい席がいいですと。まあお,まあ、お金の力で1万いい席 買いたいたですって言ったらいろんなランクがあるんだけど一番いい席で300万円 <laughs> 300万でしたそれがもう間違いなく完売するらしいですだからもう竹る天心線を一番いいところで見たかったら300万円払わないといけないんですよ それだけ価値があるから、そういう値付けなんだと思うんですよね。世の中のお金持ちって格闘技にすげえ興味関心あるんだなって。まあだからこそ、主催側もマーケティングをして、それぐらいの値段だったら埋まるからっていうことで販売してると思うんで、すごい強気だなと思いましたね。それだけ楽しみにしてくれる人がたくさんいるってことじゃないですか。だから格闘技ってこっからすげえ盛り上がっていくるんだなと思いましたね。あ、俺ブレイキングダウン出てよかったわと思ったわ、その時。ちょっと。